どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、クアラルンプール国際空港に来ております。で、今ねこちらです。タイロイヤルシルクラウンジの前にいまして、本日はねこちらのラウンジを紹介させていただきたいと思います。まあ、こちらは、スタイラスゴールドのタイ航空のラウンジで、スタイラスゴールドを持っている方だったら入ることができます。あ、もちろんねスタイラスグループのね搭乗便じゃないと利用はできないんですけども、SFC 使用された方などもね利用できますんで、もしねスタイラスゴールドを持っている方、もしくはねタイ航空の、ビジネスクラス以上の方はね入ることができると思いますので、ぜひね利用してみてはいかがでしょうか。それでは行ってみたいと思います。こんな感じで撮りました。パッションフルーツティーと、ワンタンスープと、あとねちょっとこまごましたもの、野菜炒めとかピラフっぽいやつ、鶏肉とパスタ撮ってみました。ではいただきます。これね結構アジアでは結構置いてあるフルーツティー、いただきます。結構甘いですね。でも美味しいですね。ヌードルがあって、これはワンタンヌードル、あ、これ美味しいですね。なんか麺もねなんか日本の中華麺に似てるというか、美味しいですね。ローンチキン、中華っぽい味がしますね。美味しい。トマトと一緒に、あとこちらパスタ、買って、だいぶ固ゆですね。あとトマト、こちら野菜炒めみたいな、このパスタ辛いですね。さすがタイ。あとこのピラフみたいな、若干癖がありますね。なんかなんつやいいんだろうな、これタイっぽい、タイっぽい感じの、ちょっとアジアっぽい癖がね苦手な方はやめといた方がいいかもしれないですね。このチキンは美味しいです。このワンタンスープは普通に美味しいですね。このワンタンスープは別になんかヌードルバーっていうわけではなくて、お皿に置いてあるのにスープだけ入れて自分で食べるみたいな感じですね。ちょっとねワンタンは多分何も入ってないと思うんですけど、私ねエビが食べれないんで、ちょっとエビが入ってると困るんですよねと思ったら入ってなかったですね、ワンタンですから。ワンタンも美味しい。中はお肉みたいですね。まあ、ちょっと映像を見ていただいたら分かると思うんですけども、ここ結構広めですね。で、座席数が多分3、40から50ぐらいあるかな。なのに、利用してるのは私ともう一人ぐらい。もったいない。すごいもったいない。まあ、ここもね、スターアライアンス系の便とさらにその SFC とかねタイ航空の上級会員のクラスの搭乗じゃないと入れないからかもしれないですね。プライベートパスで入れるラウンジは結構下行ったんですけど、ここは本当にガラガラまで行っていいですね。
今のところ他のお客さんは一人しか会ってないですでもここはですねちょっと PC デスクがあるんで、まあ、そこだけかもしれないですけどもコンセントはないですね。 AC もなければ USB のポートみたいなのもないんで、ね、このこんな風にねソファーは革張りですごい座り心地最高なんですけども、ちょっとコンセントは欲しいところですよね。ちょっとちゃちゃっと後で見ますけど多分なさそうですね。これもまあまあ甘いんでちょっと甘いことだけねご了承の上飲んでくださいね。結構甘いね。フルーツティーに結構砂糖多めっていう感じな気がしますね。まあ砂糖なのかちょっと合わないですけど、まあちょっとサクッと食べてね、あと登場まで、2時間半ぐらいあるのかな。まあちょっとねゆっくりしつつ他のラウンジもちょっと見てみないなと思う次第ですね。で他のラウンジはねまた別で動画出しますんでそちら見ていただけたらなと思います。それではねラウンジの方出ました。今回は、タイロイヤルシルクラウンジ紹介させていただきました。座席数もまあまああってね、 何より革張りのソファーがとても座り心地が良くておすすめとなっております。まあ広さもねまあまああってで、シャワーはないです。でね今ねなんかしないですけどトイレが壊れてるみたいで、あのトイレはね外のを使ってくれっていうことでした。でもまあ食事アルコールソフトドリンク等々ありますんでね、あんまり広すぎないでねちょうどいいぐらいの広さでいいんじゃないですか。もしねあのスタイランスゴールド持っている方は利用してみてはいかがでしょうか。今回はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。